どうもこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回からドラゴンクエストモンスターズ、テリーのワンダーランドの特集を何回かに分けてしていくぜ。おお、このチャンネルでついにゲームボーイの作品を取り上げる日が来たー。リプレイの人もリプレイの人もいると思うので、今回はモンスター配合の基礎についておさらいだ。あるモンスターとあるモンスターを組み合わせて他のモンスターが生まれる。これがめちゃくちゃワクワクするし、新しいモンスターが手に入る瞬間がめちゃくちゃ嬉しいのよね。そうなんだよな。おなじみのモンスターもたくさん登場するので、きっとドラクエファンならワクワクすること間違いなし。それじゃあ早速スタートなんだぜ。そんなわけでまずは最も基本的かつこのゲームの最重要な要素の配合だが、霊夢は当時どのように配合するモンスターを選んでいた？初見の時は配合するモンスターを手持ちの中から適当に選んで、珍しそうなモンスターが生まれたらラッキーくらいの感覚でやってたな。なるほど。今回の配合は大きく分けて3種類存在するんだが、中でも一番スタンダードなのがある系統とある系統を掛け合わせて、違うモンスターが生まれてくるというもの。ここから紹介していこう。系統っていうのはいわゆるスライム系とかドラゴン系とかそういうやつよね。その通り。じゃあ霊夢が今言ったスライム系とドラゴン系を掛け合わせると、その結果どんなモンスターが生まれてくると思う？イメージ的にはドラゴスライムとかかな。まさにその通りだ。こんな風になんとなく結果を予想できるものも多くて、なかなか楽しかったりもする。それじゃあここからはみんなもどんなモンスターが生まれるか予想しながら見てみてくれ。まずは簡単なところでスライム系と鳥系のモンスターだ。これはスライムに羽が生えるって考えると、そのまんま羽スライムとかかな。大正解。じゃあスライム系に植物系を掛け合わせるとどうなるだろうか。名前は忘れちゃったけど、なんか植物みたいなスライムもいたわよね。そう、ここではスライムツリーが生まれてくる。この辺は過去作では登場してなかった種類のスライムよね。そうだな。それじゃあ次はシリーズでもおなじみのスライムのレシピだ。スライム系に虫系や悪魔系やゾンビ系を掛け合わせることによって、スライムつむりやスライムナイトやバブルスライムを生み出すことができるんだが、霊夢はどの組み合わせでどれが生まれるかわかるかな。まず虫系でスライムナイトとかバブルスライムはおかしいから、きっとスライムつむりでしょ。悪魔系はどちらかといったらバブルスライムよりスライムナイトかな。そうなると残りはゾンビ系でバブルスライムなのかな。お見事、すべて正解だ。やったー。ちなみにスライム系に物質系を掛け合わせると、今度はボックススライムが誕生するぜ。この真四角のスライムは初めて見た時はびっくりしたなー。ちなみにこの形のスライムが生まれた経緯としては、バブルスライムが宝箱の中から出れなくなり、固まって変異してしまったという経緯があるらしい。私も昔かくれんぼで絶対に見つからないようなとこに隠れてずっと待ってたら、知らぬうちにみんながすでに解散してたことがあったなー。何それかわいそう。その時隠れてた箱が丸かったからこんなにまん丸になっちゃったの？丸いのはマリサもでしょうが。次はドラゴン系や獣系を軸にした場合だ。わかりやすいのをピックアップしたので、正解を目指して頑張ってくれ。頑張るぞ。まずはドラゴン系に鳥系の組み合わせだ。これはなんとなくわかる気がするぞ。ドラゴンに羽が生えたらイメージ的にはプテラノドンが生まれてくる。その通り。じゃあドラゴン系に虫系が合わさるとどんなモンスターになるだろうか。虫っぽいドラゴンっていたっけかなー。あ、そういえば蝶々みたいな見た目のドラゴンいなかったっけ。霊夢の記憶通り、正解は蝶々のような羽が生えているフェアリードラゴンだ。こういうモンスターってもともとはモンスターズよりもずっと前にデザインされてるのに、モンスターズの配合でこんなに辻褄が合うなんてすごいわね。それだけこれまでのドラクエ作品で、幅広くバランスよくモンスターがデザインされてきたということだな。次は獣系を軸にしたパターン。獣系と鳥系を掛け合わせるとどんなモンスターが生まれてきそうかな。羽が生えてる獣のモンスターとかいっぱいいる気がするんだけど、意外と思い出せなくて悔しい。正解はキャットフライ。ああ、なるほど。まさに羽が生えた獣だわ。次は獣系と植物系の配合だが、これはちょっと難しいかもしれない。なんだろう、オニオンとかが思い浮かんだけど、それだと獣要素がないのか？正解はファーラットだ。ああ、なんかわかるようなわからないような。ちなみにファーラットはよく見ると目が3つのちょっと不気味な見た目をしているんだが。そうそう、ドットで見てた時は可愛さしか感じてなかったけど、イラストで見たらちょっと怖くてびっくりしたことがあるわ。その一方で風船ドラゴンは1つ目だというのも意外と勘違いされている要素だな。え、風船ドラゴンの目って角度的に片目だけが見えてるってことじゃないの？いや、あれは横を向いているから片目だけ見えているということではなく、もともと1つしか目がないモンスターだぜ。今の今まで知らなかったー。そして次は獣系とゾンビ系だ。ゾンビ系かー。腐った死体だとただのゾンビになっちゃうしなー。正解はスカルガルー。手に持っているドクロの部分がゾンビを表現しているということだな。なるほど、そういう合わさり方もあるのか。
続いては鳥や植物や虫系統を軸にした組み合わせ。まずは鳥系とドラゴン系の組み合わせを見てみよう。さっきはドラゴンに鳥でプテラノドンになったけど、その逆で鳥にドラゴンってなるとどんなモンスターになるんだろう。この場合はキメラが生まれてくることとなる。ああなるほど、確かに結構納得な気がする。こんな風に同じ組み合わせでもどちらを軸にするかによって全く違う結果になる。これもドラクエモンスターズの面白いところだよな。本当にそう？何が生まれるのかワクワクする仕組み合わせが多くてめちゃくちゃ楽しい。次は鳥系に獣系を掛け合わせてみよう。さっきはその逆でキャットフライだったけど、もう完全にそのイメージで新しいモンスターが思い浮かばないな。今回は暴れ牛鳥が誕生するんだ。ああ、牛と鳥で確かに鳥系と獣系か。続いては鳥系とゾンビ系。これはヒントとして先ほどのスカルガルーと同じ法則だと言っておこう。ということは鳥が骸骨を持ってるモンスターか？あ、わかったぞ。大ガラスだ。惜しい？正解は色違いのデスフラッターだ。そっちか。まあでも実質正解みたいなものだけどな。いえいえ。では続いては植物系と悪魔系の組み合わせだ。悪魔みたいな植物か。悠々白書でトグロ兄がクラマに最後にやられてた植物しか思いつかないぞ。悠々白書懐かしいな。正解はガップリンだ。確かにこいつもめちゃくちゃ悪い顔してるなぁ。続いては虫系とスライム系の組み合わせ。ヒントは虫の一種なんだがスライムのような質感ということだ。虫は硬いイメージだけどスライムみたいに柔らかい虫かぁ。柔らかい虫なんていたかなぁ。あ、もしかしてオオナメクジとか？その通り。じゃあ虫系と獣系の組み合わせ。ヒントは実際に存在する虫の名前と獣の名前を連続で言うとそれがそのまま答えになる。虫と獣の名前を連続で言う？カマキリ犬とかクワガタ猫とか？すまんこれはヒントが悪かったかもしれん。正解はセミモグラだ。ああ、そういうことか。まさかカマキリ犬なんて化け物を生み出すとは思わなかったから。いやいやもしかしたら次回作のドラクエでカマキリ犬が出てくるかもしれないわよ。絶対出てこないだろ。このままだと系統×系統の紹介だけで終わってしまう勢いなので、ここからは残りの系統のいくつかをざっと紹介させてもらうぜ。オッケー。まずは悪魔系を軸とした組み合わせ。これに鳥系のモンスターを配合するとベビーサタンを生み出すことが可能となる。確かに羽が生えてる悪魔って感じだし納得の組み合わせなのかな？そしてゾンビ系を組み合わせると今度はスカルライダーが生まれたりする。乗り物の部分がゾンビ系で運転手が悪魔系ってイメージなのかしらね。スカルライダーの上の部分を運転手というかはわからないが、そんなイメージなのかもしれないな。次にゾンビ系を軸として獣系を組み合わせると、アニマルゾンビが生まれるがこれはわかりやすい組み合わせかもしれないな。確かに。そして悪魔系を組み合わせると資料の騎士が生まれてくるぜ。ゾンビ系って他のゲームだったら絶対に人気になるような種族じゃないのに、ドラクエはゾンビ系でもキャラデザがどこかポップなのがすごいわ。それは確かにそうかもしれないな。そして次に物質系を軸にした組み合わせだ。物質系っていうのは言葉だけ聞くとピンとこなかったりするんだけど、具体的にはどんなモンスターが該当するんだったっけ？物質系は例えばマドハンド、お化けキャンドル、泥人形、ゴーレムなどが該当だな。なるほど、確かに生き物の種類っていうよりかは物質っていう感じだわ。そんな物質系は例えばゾンビ系と組み合わさるとさまよう鎧が生まれたりする。ああ、なんかすごい納得な感じがする。どこかアンデッド感を漂わせる物質でさまよう鎧。うまいこと考えたものだと感心させられるな。本当にドラクエのモンスターって、最初からこういった配合を予見してデザインしてたんじゃないかっていうくらい、しっくりくるのがたくさんあるのね。そんなわけでようやく配合の二つ目のパターン。それが特定のモンスターととある系統のモンスターの組み合わせというものだ。これも種類としてはたくさんある？とんでもなくたくさんあるぜ。なのでもちろん紹介するのはほんのごく一部なのでご了承くださいなんだぜ。私はいつまで見てても飽きないから全部紹介してほしいくらいだけど仕方がない。先ほどスライム系に物質系を配合させるとボックススライムになるという話をしたよな。そうね。だが同じ物質系だとしても例えば今回はメタルドラゴン。これを組み合わせるとちょっと違う結果になるんだ。メタルドラゴンはドラゴンって名前がついてるけどメタルの方が優先されて物質系なのね。あれ、スライム系とメタルってことはまさか？そう、この組み合わせだとメタルスライムが生まれてくるんだ。メタルスライムが生まれたらめちゃくちゃ嬉しいぞい。次にドラゴン系に悪魔の騎士の組み合わせだが、本来ドラゴン系と悪魔系の組み合わせであればリザードマンが生まれてくるんだが、この組み合わせだとなんとバトルレックスを生み出すことが可能なんだ。これも嬉しい。よく見たら悪魔の騎士の斧をドラゴンが持ってるみたいな姿だから、意外とこれも予想できなくもない組み合わせね。ちなみにそんな悪魔の騎士は、悪魔系にさまよう鎧の組み合わせで生み出すこともできるな。こうやって配合を重ねていくごとに次々に違うモンスターが生まれてくるっていうのは、本当にこのゲームの面白さであり醍醐味よね。そうだな。
次に獣系と切り株お化けの組み合わせ。これは先ほど紹介した獣と植物でファーラットとは違い、大木槌が生まれてくることとなる。切り株お化けの部分が武器になっちゃった。ってことは大木槌のあの武器って着脱可能な武器じゃなくて、体の一部ってことなのか？他のドラクエ作品で仲間にした時は装備を付け替えたりはできるけど、実際のところはどうなんだろうな。ちなみに獣系と人食いサーベルの組み合わせで、キラースコップになるなんてのもあるぜ。サーベルが加工されてスコップになって、明らかに弱体化してる気がするけど大丈夫か？獣系はわかりやすいものが他にもちょいちょいいて、大目玉と組み合わせてビッグアイなんてのもあるな。確かにこれは間違いなく獣と大目玉から生まれてきた子供だわ。そして三つ目の配合の組み合わせは特定モンスター同士を掛け合わせるものだ。これはその組み合わせを知らないとなかなか作ることができなそうだし、一番難易度が高そうな配合ね。だがその分強力なモンスターも多いのでかなり重要な配合だ。というわけで早速だが例えばキラーマシンとキラーパンサーを組み合わせると、どんなモンスターになるだろうか。ちょっと想像がつかないけどキラーとキラーデイ。二つキラーだから、フマキラー？いやそれ殺虫剤の名前だから。そっか、正解はキングレオだ。ああ、キラーマシンの足がたくさんある感じとキラーパンサーの獣の感じが混ざったのか。次は例えば骸骨剣士と先ほどのキングレオを組み合わせると、今度はワイトキングが生まれてきたりもする。今度はキングレオの見た目が引き継がれたというよりかは、キングっていう称号が引き継がれたって感じなのね。そうだな。その証拠にキングレオの代わりにキングスライムやメタルキングなんかでも、ワイトキングが生まれてきたりするぜ。配合の結果を予想するときは見た目の印象だけじゃなくて、名前からも色々ヒントが得られるのか。あとは同じモンスター同士の配合で別のモンスターが生まれてくるというのもある。本来だったら同じモンスター同士、例えばドラキーとドラキーの組み合わせだったら、生まれてくるのもドラキーのままよね。だが一部のモンスターに関しては、例えばマドハンドとマドハンドを配合したら泥人形が生まれてきた。泥人形と泥人形を配合したら今度はゴーレムになった。ゴーレムとゴーレムを配合したら動く石像が生まれた。なんてのもあるので同じモンスター同士だと新しいモンスターが生まれないだろうという先入観を捨て、いろいろ試してみると新しい発見があるかもしれないな。先入観はゲームをやる上では意外と厄介。そんなわけで今回は配合の基礎についておさらいしたが、次回以降では攻略的なことにも触れていくので、ドラクエのモンスターが好きな人はまた楽しみに待っててくれなんだぜ。私はモンスターの画像を見てるだけでも楽しいぞ。それじゃあまた別の動画で会おうなんだぜ。またねー。